野球って延長戦になったら守備につく選手を一人減らすルールができたら面白そうじゃね。チャンネル登録と高評価をお願いします。戦略性増すし時短にもなりそう。別に戦略性上がらないし時短にならないんでいいです。あっと、レフトには誰もいない。手薄なところに打てるか打てないか芸になるんちゃう。ファーストベースはとりあえず外野一人減るのか。それかサード。外野一人減らして二人体制が正解なんかね。とりあえずキャッチャー手そう。確かに面白そう。ボンバーマンのサドンデスみたいな雰囲気欲しい。タイブレイクも好きだがより盛り上がりそうやな。タイブレイクより運ゲードが下がるしがちでええやんやと思うわ。毎回一人ずつ減って16回で終わり。データ見て内野減らすとか外野減らすとかやるの楽しそう。メジャーでありそうなルールやな。勝ち負けの決着つきやすくなるのええな。12回引き分けになるより楽しいと思う。イニング終わらず帰って試合時間伸びそう。